行くの。行ってらっしゃい。走るで。揺れる日曜の散歩が一番好き。知ってる
る人たちに。ボンジュー。日曜日が大好き。一緒に歩こう。オルソンとパパ、笑顔で進もう。またねと言いながら帰り道。来週もまたここに戻ろう。準備できたよ、ね、はい、1個ここがオルソンを乾かすところね。どこ行くの？この中でオルソンを洗います。このドライヤーはここのボタンで涼しい風になったりします。これ2ぐらいだとちょっと暖かいで、1は冷たい。これで風の調整。このタオルは綿でできてるタオルです。でこっちのタオルは買ってもらった動物拭き用のタオルです。これはここに置いといて、それで最初に水を切るときに使うタオルと雑巾が入る。はい、オルソン、シャワーしよう。いっぱい歩いたでしょ、シャワー。はい、無理子。こうやって台の上に乗せて乾かすと楽です。椅子に座ってできるのが楽です。ね。動物用タオルでよく拭いて、下に灰色に引いてあるのは車の撥水、吸水タオルです。これも水をよく吸うので、こうやって乗っけておくだけでたくさん水を吸ってくれます。ガーゼタオルは水をよく吸って早く乾くので便利です。これは日本から送ってもらいました。日本にしかない。中のママが目離した時にあれか、ずいぶん少なくなってるよ。俺ぞ、何これ。お腹すいたんだよね。お腹すいた。いっぱい歩いたもんね、うん。いっぱい歩いたから、いっぱい歩いてシャワシャワして気持ちよくなって1時間以上歩いて帰ってきたもんね。昨日の夜なんかシャワーのところガサガサやってたのはシャワーしたいよってことだ。シャワーシャワーしたかったのね。はい、いただきました。いただきました。はい、はい、待って、おかわり。はい、よし、あ、いただきます。いただきます。お、生姜焼きキムチ、美味しそう。生姜焼きは麹作った。うん。こう、生姜麹。うん、生姜麹で。生姜麹焼き。うん。だし、ちょっと冷やしといたから。うん。キムチ入れたんでしょ、パパ。どういう味かわからないから。ね、ちょっと匂いが違う感じが。あ、本当。うん、だから別にしたので。うん。はい、いただきます。いただきます。はい。じゃあパパにもらおうね。ほら。あれ？あれ？オルソン？あれ？そんな今いい子になってもダメですよ。パパにきちっとお手おかわりして。お手おかわり。はい、それじゃ食べよう。タルトタタンみたいなんだけど、うん、こっちネクタリンで、こっちリンゴで、うん、生地、ちょっと違うお試し生地、うん、濃いのは全粒粉使ってるからなんだけど、うん、
ちょっと食べてみて、それでアイス、疲れてると思ってアイス、はい、どうぞいただきます。はい、今日トマトのガレットにしたの、トマトいっぱいもらったから、ジョンから、ちっちゃいトマト、お腹すいたおるぞ。え？悪い子。今はお手もおかわりもしないの？はい、よし。トマトのガレット作ったの、うん、これ半分こっち側にある。うん。今日生地ガレット。上手にできたから、うん、はい、いただきます。いただきます、うん。